何者だ。痛い目に遭いたくないならそこをどきなよ。何人たりともここは通さぬ。あなたは…もしや…嘆き様…大変失礼いたしました。お召し物が教会においでの頃とは違っていましたので。あんたたち、まだ囁きの配下？当然です。そう、外にいる連中はルティアルに寝返ったらしいけど。寝返った？別に嘘は言ってないつもりだけど。サーダリー様に対する不満が一部の者たちの中でくすぶっていることは事実。ルティアル殿はそういった者たちに接近していたようです。色仕掛けで落としたんだよ。しかし教会に反旗を翻す者など本当に。あのそのルティアル側の僧兵たちが教会の外でささやきとやり合ってるよ。まさか。嘘だと思うなら見てきなよ。嘆き様はささやき様のことがご心配ではないのですか？私が？私はささやきたちにこの教会から追い出されたんだよ。そんなはずはありません。嘆き様が教会を去られたことを、ささやき様は親衛隊のお三方は心の底から悲しんでおいででした。が悲しんでいた？はい、誓って嘘は申しません。ルアさん、嘆き様、教会へお戻りになった理由はささやき様とのご関係を修復なさるためではないのですか？ひとまずあんたたちはささやきのところへ行ってきな。反逆した僧兵の数は多いからね。ささやきが窮地に陥ってるかもよ。わかりました。ルアーさん、急ぐよ。ルアーさん、サーダリーのところへ向かうよ。そうね。ついにここまで来たね。でも、なんだかサーダリーの様子が。うちらを舐めてるのか、それとも。サーダリー、なんだよこいつ、うつろな表情で私らに気づいてないみたいな。ルアーさん、どうしたのさ、あんたまで。サーダリー、
あんた、まさかルアーサを失敗作だと思って、それで無視してるのかい？だとしたら、私が黙ってないよ。やめて、ビクトラ。ルアーサ、あんたも、どうしちゃったのさ。サーダリーに復讐するって、あれだけ息巻いていたのに。私が、私に感情なんかなかったら、誰も悲しんだり、苦しんだりしなかったのかな。違う！あんたは悪くない！悪いのはあんたじゃない！こいつだよ！それに、感情があったから、あんたは教会から抜け出し、私と出会えた。楽しくなるのはこれからじゃないのかい？こいつを始末して、ルアーサ、目を覚ますんだよ！なのさ！どうして？なんで反撃してこないんだよ！嘆き、帰ってきてくれたのですか。嘆きじゃない！ルアーサだよ！ああ、そうでしたね。そうですね。あなたは感情を獲得し、自分の道を歩き始めたのですから。よかった。また会えて。あなたに謝らなければと、ずっと思っていたのです。私は、あなたを苦しめてしまった。己の欲望を満たすことだけに、心を支配され、他者の苦しみや悲しみを、やめてよ！いえ、私の罪です。私が愚かだったから、あなたを不幸にしてしまった。私は不幸なんかじゃない！心を許せる相棒も見つかったし、楽しいことばっかりして暮らしてる！私は、なんかじゃない。あなたを最前線に投入することを私に進言したのは、ささやきたちです。ささやきたちが、あなたが感情を持っていることを、ささやきたちが嫉妬したのだと考えるかもしれませんが。違うのかい？違います。ささやきたちは嘆き、いえ、ルアーサと言うのでしたね。ささやきたちは、ルアーサを自由にしてあげたいと考えていたのです。じゃあ、逃げ出しやすくするために、わざわざ最前線に送り込んだわけかい？はい。当時、ランダルとハインドラを飲み込んだリケロスが、アードラ東方への侵攻を画策していました。ホルン、そしてウェズエットを滅ぼし、アードラの盟主になろうというのです。
そのための軍事拠点としてこの教会を明け渡すようリケロス王が通告してきました。それに対抗すべく我らはリケロスの国境付近へ兵を送っていたのです。それがあんたの言う最前線か。ルアーサはホムンクルスの中でも誕生した瞬間から感情を持ち合わせた唯一の成功作でした。その成功作にあんたは冷たく当たったんだろ。はい、エキシアの細胞を培養し作り出したのにその性格は彼女とは似つかぬものでした。当たり前だろ、ルアーサはルアーサなんだから。はい、今となってはそれがよく理解できます。でもあの頃の私はエキシアと違う部分が目につくたびルアーサを憎悪しました。ささやきがルアーサを最前線に投入すべきと進言したのはあなたへの感情が殺意へと変わる寸前でした。だからルアーサを最前線に送ることに反対しなかった。はい、その後ルアーサが姿を消したと報告を受けました。それでささやきの企みに気づきましたがその時はもうどうでもよくなっていました。それで私に追っ手がかかることもなかったのね。どうする？え？私はあんたの気持ちが一番大事だと思ってる。あんたが決断しな。これからどうするのかを。今度は何だ。あの村人は ったく、この調子じゃマサチカを手に入れる前にアードロが滅びちまうぞ。村人か、ここでも転移の噂が広まっているのだな。いえ、見覚えがありませんか。彼らは俺が戦国の村で見た者たちです。村を捨てて逃げたはずの村人が戻ってきた。はい、しかもあの足取り。村へ引き返すのならば放っておきます。ですが、おい、俺のことがわかるか。どこ行く？サドリー様、お守りする。どういうことだ。この者たちは教会の信徒か。教会に身を置いていた時に
小耳に挟んだことがあります。サーダリーはアードラ全土に住む信徒たちを操ることができると。ではこの者たちはサーダリーに操られている。ええ、奴は対天意のために信徒たちも戦力にしようとしている。そういう可能性があります。バカな、無駄死にするだけだ。おい、しっかりしろ。お前たちが束になったところで天意にかなうはずがないだろう。邪魔をするな。邪魔すれば。殺す。どうします？なるべく傷つけぬよう戦うしかあるまい。わかりました。殺す！大丈夫か？ええ、それよりも手加減はした。致命傷を負った者はいないと思いますが。サーダリーの元へ行くのはこれで遅らせることはできたが。はい、根本的な解決にはなっていません。サーダリーも対天意については協力できればいいのだが。そうですね、信徒たちを各地から動員すれば天意に対抗できると本気で考えているとしたら。いえ、そうは考えていないと思います。だがそうなると信徒たちは無駄死にすることになるぞ。サーダリーは天意を倒すのではなく。まさか信徒や僧兵の流す血で天意の進路を変えるつもりか？ありえない話ではないと思います、俺は教会に世話になったとは思っていません。ですが僧兵の中には純粋な信仰心で教会に席を置く者もいれば、俺に頭を下げて剣の教えを請うてくる純粋な者もいました。サーダリーの配下だから死んでも構わないとは。そうだな。それにこの者たちだって信仰心があるだけでただの村人に過ぎない。彼らを見捨てるわけにもいきません。マサチカを見つけるまでにはまだ時間がかかってしまうだろう。となれば止めましょう、サーダリーを。同感だ。急いで教会へ戻ろう。はい。教会の信徒たちが教会へ向かっている。はい、モント様。ああ、あの時と先の対戦と同じだ。じゃあ信徒たちは教会に？でも何のために？天は私らみたいに手加減もしないし、慈悲の心だって持ってない。確かに、いくら信徒たちを集めても天意は止められない。でも進路を変えることなら。
ンタ様、やっぱり教会になんか行く必要ないよ。こんなことをする奴と手を結ぶなんて。私はリリシュ、分かってるよ。私たちだけじゃ天意に歯が立たないってことは。でもありだよ。何の罪もない人たちを犠牲にして教会を守ろうとするなんて。早とちりはいけないよリリシュ。まだサーダリーがそういったことを企んでいると決まったわけじゃない。人、頼まれてくれないか。何なりと。サイガの4人で手分けして近隣の村の状況を調べて僕に報告してくれ。この近くとなると村は4つ。特に信徒たちの行動を追ってくれ。彼らが目指す先を知りたい。急いでくれ。御意。僕たちは教会へ急ごう。これがもしもサーダリーの仕業ならば止めないとならない。たとえ彼と戦うことになっても、少なくない強い意志の数々を。これでアードラ全土から何も知らない無垢な信徒たちが集まってくる。そして敬愛するサーダリーを守るべく天意に立ち向かい、その無謀な戦いに散っていく。自分たちの流す血が天意をさらに狂わせるとも知らないで。でも本望よね。そのことであの美しい教会は守られることになるのだから。そう、いつの世でも弱き者は支配者のために死にゆく定め。それがあなたの本音なのね。アライア。私の可愛い妹、会いたかったわ。妹ですって、汚らわしい。そういうことには絶対にならないわ。兄は今頃捕らえたジーターからあなたの悪行の数々を聞いている頃よ。ジェーダンがあなたのことを危険視していた理由がよく分かったわ。天意を倒すためにはアードラが一つにならなくてはいけない。ここであなたを倒しサーダリーを説得する。教会の人間だってそこまで愚かじゃない。すぐに過ちに気づき信徒たちを天意に差し向けることを止めるでしょう。そうかしらね。まあいいわ、決めた。あなたを始末する。やれるものならやってみたら。竜の血脈、甘く見てるなら後悔するわよ。竜の血脈、どれほどのものか見せていただきましょうか。さあ、どこからでもどうぞ。
モント様。ああ、ようやく天意に追いついた。信徒たちは教会じゃなくて天意を目指してるようだ。やっぱり信徒たちは天意と戦わせるつもりか。どうする、モント様。僕らが信徒たちに加勢したところで戦況を変えることはできないだろう。悔しいけど、そうだ。それに私たちが天意と戦っているところに信徒が集まってきたら大混乱になる。じゃあ私らは天意を無視して。ああ、教会へ急ごう。説得できればいいんだけどね。可能性はあると思う。サダリーは対天意のために連合軍へ祈りを派遣してくれた。だからきっと必ず説得できるはずだ。信徒たちが天意に攻撃を仕掛ける前に、サーダリーのもとへ何としてもたどり着かないとね。行こう。天意の近くを通り、そして追い越した。うん。でも天意は何の反応も見せなかったね。それだけ強く天意は教会へと引きつけられているわけか。モント様、なぜ天意は教会へ向かっているのだろう。ふとそんなことを考えてしまったんだ。そういえばそうだな。天意は血に誘われて行動しているなんて聞いたけど、教会で何か起こってるってこと？モント様、何を見てるんだ？教会の西側。教会の西？森の外れに小高い丘があるようだけど。誰かが戦ってる。それが天意を招き寄せているってことかい？いや、わからない。でも気になるんだ。エリシュ、君は兵を率いて教会に向かってくれ。モント様は？あの丘を見て、それから教会へ向かう。心配ない、危険なことはしないから。モント様、早く戻ってきておくれよ。